演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、カルビのじゃがりこ4種類を食べたいと思います。で、今まで多分このあらわとかレビューしたことあると思うんですよね。でも他の3種類はレビューしたくて、こっちからジャガバター、チーズ、たらこバター、で、さっきのサラダですね。今日なんで、なんかお湯かけてるマッシュポテトにしたりとか、そういうのも考えたんですけど、まあこの3つはレビューしたことないので、どうせならこのまま、まずはこのままやるのが礼儀というものですね。いや、礼儀というのがですね。ですが、せっかく4種類一気に揃っているので、一旦チラッ、チャンネル登録よろしくお願いします。全部お皿に出してみました。なんかカラオケ店の大盛りフライドポテトみたいになりましたね。見た目から何これ何味だなっていうのが分かりそうな色もありますが、ちょっと分かりにくい色もありますね。というわけでちょっと混ぜて最後にまとめてレビューしたいと思います。ではこの見た目から分かりやすい色からいただきます。カリカリってそれなんか怒ってるように聞こえてしまいますよ。まあ美味しさはそれぞれありますけど、一番美味しいと思ったのは後から言うようで非常に問題な発言なのですが、ちょっと失敗しましたね。というのもこれは全て言えることなんですけど、ランボーが噛んでいくうちにそれぞれのフレーバーの味が口の中に広がってきて旨味が出てくるので、だから食べ比べてしまうとそれぞれを感じる前にもうそれどんどん消えてしまって、それぞれの味を十分に感じられませんでした。なので途中でちょっと一旦これだろうなと思うのを集中して食べてみて味を感じました。ほんとなんか食べ比べるって言ってもあれこれ混ぜて食べるには向いてない場所かもしれません。じゃがりこは申し訳ございません。その上で判断させてみますと、あ、このサラダ味はシンプルなお塩って言ってね、ほんのり野菜も入っているのかなっていうような感じはちょっとだけしましたね。なのでおいしいシンプルな味が好きな方はこちらがおすすめなので、こちらの点数とさせていただきます。で、このチーズ味もなんか食べ進めていくとだんだん濃厚なチーズの旨味が口の中に広がっていって、サラダ味とはまた違う塩気を感じることができました。なのでこちらの点数とさせていただきます。そしてこの北海道産バターもちょっと、まあ、じゃがいもとバターっていう抜群の相性の商品なのですが、ちょっとチーズに比べるとバターは主張が弱かったかなと思う部分がありましたので、そこが自分はチーズの方が好きだったな、もうちょっとバターを主張してほしかったなということで、こちらの点数とさせていただきます。そして最後のこの明太子バター、こちらも同じくバターなんですけど、こちらは なんか他のよりも味が広がるのが少し早めで、明太子のピリッとした刺激を感じることができました。なのでこの中ではこれが一番美味しかったですね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。しかしじゃがりこは食べ比べには向いていませんね。じゃない一気に混ぜて食べ比べるには向いていませんね。じゃがりこ自体が悪いわけじゃない、自分の食べ方が悪かった。はい、というわけで、でもいずれも硬くて歯ごたえがあって美味しかったですが、ちょっと顎が疲れました。それでは冬バラやロックンロール春なので、春に咲いてるのは確かにロックンロールかもしれませんが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。